決定校の台本表次第本来の絵コンテとコメント例。金のタイミングなどが事前に決められている、ゆく年来る年は年末年始に日本放送協会が生放送する年越し番組である。同じタイトルで民放各局が共同内視は独自に放送する番組もあるが、ここでは NHK の番組について研究する。また NHK の番組でもテレビで 放送のものと、ラジオで、放送のものとでは、内容が異なるが、本校では特に断りのない限りはテレビで、放送のものについて記述する。年越しを前後して、日本各地で行われている年越し行事を、リレー中継で放送するほか、9年、新年の日本の社会的、文化的大事件を解雇、展望する構成が主である。NHK 自身とビデオリサーチ社は本番組を、 報道番組にカテゴライズしているが、究極の宗教番組と位置づける意見もある。視聴率は直前の NHK 紅白歌合戦からの流れにより、毎年20%以上の高視聴率を記録している。ビデオリサーチ関東地区調べでは、1963年放送分が57.4%の視聴率を記録している。これは同年の年間視聴率ランキングでは、 第14回 NHK 紅白歌合戦第14回 NHK 紅白歌合戦直前のニュースプロレス中継に次いで4位である NHK 総合テレビと NHK ワールドプレミアムで同時放送される2006-2007年まではデジタル衛星ハイビジョンでも同時放送されていたが同チャンネルでは一部構成が変わる場合があった2002年から2004年までは 紅白のまとめ番組があったため、23時59分まで開始しなかった。2007、2008年までは NHK ワールド TV でも同時放送されていたが、完全英語放送化によって一旦終了。2010、2011年及び2011、2012年にはオールドイヤーニューとして英語の字幕スーパーサシカえと英語同時通訳をつけて放送した。 2008、2009年から2010、2011年までは BS2 でも同時中継されていた。なお、同じ NHK でもこれらのテレビチャンネルと E テレ、ラジオ第一以外では、これに相当する年越し番組は基本的に放送されていない。いずれも通常の番組が放送される。衛星放送の場合、日本国外の放送局によるニュースなど、E テレの場合、 クラシックコンサートが放送されていたが、生中継ではなく複数のコンサートの放送で構成される番組であり、年明けのカウントダウンなどはない。ただし1999、2000年には途中でカウントダウンの秒数だけが表示された。2011、2012年以降は年越し特番として655.2355年越しをご一緒にスペシャルが放送されている。 テレビでは、通例、12月31日23時45分から、翌年1月1日0時15分まで放送される。ただし1984年、1985年、1995年、1996年、2001年,年、2002年、2002年、2003年、2004年、2005年と、アナログ放送最後の放送であった2010年、2011年は、 零時三十分まで放送された。1999年、2000年の放送は1時5分まで放送された。2000年、2001年の放送は1時まで放送された。初回放送が行われたのは、日本でラジオ放送が開始されてから2年後の1927年である。関英時からよくのラジオ放送によるものであり、当時の番組タイトルは、除夜の鐘であった。 1925年3月23日に放送を開始した株式市況に次ぐ日本で2番目に古い番組でありエンターテインメント分野における日本最古の現役番組であるリレー放送は1932年から行われている1945、1946年には12月31日22時20分から1月1日0時に 紅白音楽試合の放送があったため、除夜の鐘は年明けの直後に放送された。テレビ放送においては、1954、1955年まで引き続き、除夜の鐘として放送。そして1955、1956年から現、タイトルで放送されている。実際には、1955、1956年放送分は、幾年、来る。 年1956、1957年放送分は、幾年来る年と題して放送されているが、NHK は本番組を1955年放送開始の番組としている。制作は全国の報道系のディレクターが担当し、本番組の制作を担当する部署は、東京、報道局のおはよう日本部である。番組内容の台本は、半月以上前からへ、 コンテ付きで制作される。そして、カットの秒数、コメントの内容が綿密に作られ、東京のチェックを定期的に仰いだ上で、当日まで作り込みを続けていく。また、演出については、NHK の意図通りになるように自社を巻き込んで、行われ、参拝客や地元の人々、僧侶、官主に協力してもらっていることが多く、NHK の放送に合わせて、 古来の行事が復活することもある。また、番組スタッフの入れ替えにより継承が途切れるため、山形の羽黒山や福島などでは、数年前とほぼ同じ構成の中継が出たことがある。放送二日前より、カメラのセッティング、中継車の回線接続、照明の立て込みの準備が入る。かつては、クレーンや、照明の手配などで、中継一箇所の予算が500万円以上などが、 普通であったが、現在では、節約が図られている。人員は、放送時の安全対策も重視され、職員の動員がかけられる。例えば、現場の中継者では、メインのディレクターの後ろで、カットの秒数をカウントダウンするディレクター、各カメラ防護用のディレクター、スタッフの宿泊や、食事の手配のディレクターなどがいるが、すべて職員のディレクターである。 コメントを読むアナウンサーの横では必ず管理職アナウンサーや部長クラスが現場入りし、並々ならぬチェック体制が敷かれる。当日夜は直前番組である NHK 紅白歌合戦の最中に全国投資リハーサルと呼ばれる議事放送リハーサルを行い、本放送とほぼ同様のことを行って各中継場所へ内容に関するチェックを行う。 各リハーサルは VTR で収録するが、これは確認用としてだけでなく、万が一に備えたものでもある。放送時には、中継入りと同時に、この収録部分も、本放送で再生していき、いざとなったら、切り替えができるようになっているなど、絶対に、中断の起きれない、放送体制が敷かれている。通常放送時は音声を、フェードアウトして、ご座番組に切り替わって、音声を、 フェードインするが、紅白と本番組の切り替えでは、紅白の音声をフェードアウトせず、5座番組の切り替えと同時に、音声も消えて、本番組開始時に音声をフェードインする。この手法は、高校野球中継の総合テレビテレの、リレー放送時の総合切り替え、大相撲中継時の中断ニュース、災害、地震などの特設ニュースが入った時でも見られる。 年越し前、編集23時45分に NHK 紅白歌合戦が終了すると同時に会場の NHK ホールの喧騒が一瞬にして消去され最初の中継先の寺院や神社が映し出される。番組開始からしばらくは寺院や神社などの宗教施設からの中継が多く、除夜の鐘が鳴り響く各地の寺院の境内や本堂の様子、参拝客たちが 深夜の初詣に訪れ、新年の祈願をする模様が各地から放送される。ナレーションでは、当該地域の紹介や地域特有の社会問題の話題に触れる。リポートするアナウンサーは原則顔出しをしない。かつては、新年を迎えた直後の日本国外各国の様子を中継したこともあるほか、日付や時間に関係なく、普段と変わらずに働き続ける。 人々の様子を中継したこともある。年越しの瞬間、編集日付が変わって、年越しを迎えた瞬間に、画面左上に、0時と時刻表示される。かつては、時報も加わっており、1976、1977年には、タンパーム選曲、ジャジーの時報を放送した。進行役のアナウンサーが、新年、明けましておめでとうございます。あるいは、二十年、 平成年の幕開けですとナレーションする。民放テレビ各局の年越し番組は年越しの瞬間を大勢で華やかに迎えることが通例であるが、当番組ではカウントダウンも含めてこのような演出は行わない。ただし、ミレニアムを迎える1999、2000年のみ、例外的に23時58分30秒頃に、 NHK ホールに中継が戻り、第50回 NHK 紅白歌合戦の出演者や観客が全員でカウントダウンを行った。年越し後、編集年越し後は各地で新年を迎えたその模様が中継される。前年に話題になった場所や新年に大きなイベントが開催される会場地などを対象としている。前年に話題になった場所の例としてはなどが中継された。 新年に大きなイベントが開催される会場地などの例としては、などがある。本番組の終了直後には新年最初の NHK ニュースを放送担当キャスターが明けましておめでとうございますの挨拶で始め、通常年越しの話題や各分野における前年の統計値などを報じるニュースから始められる。2000年代からは携帯電話の普及によって起きるようになった。 いわゆる、おめでとうコール、おめでとうメールの集中で発生する通話回線の服装やサーバのパンク状態、並びに、それに対する各電話会社の対応状況などが読み上げられることがある。1980年代前半まではこのニュースをもって、明朝6時の放送再開まで放送休止となった。1980年代後半からは、 ニュース終了後に特別番組が放送されるようになり、1997年頃から終夜放送となる。2005、2006年からは、年の初めは、佐田正史が生放送されている。表中の主な中継地の欄の太字の場所は、0時を迎えた時の中継地、KS の記号がついた場所は、進行役アナウンサーと放送基地があった、キーステーションを表す。 進行役アナウンサーは長年、その年のニュースワイド、モーニングワイド、おはよう、日本の担当キャスターが務めることが恒例。2002年12月30日、大阪放送局の委託業者が、撮影照明ライト固定のために、東大臣の首領の針に、釘9本を打ち込んだことが発覚し、厳重注意を受けた。ラジオ第1においては、 紅白終了後の23時45分から東京 NHK ラジオセンターのスタジオをメイン会場にしての年越し番組を放送する。年明け直前の日本各地からのリポート、午前0時の時報と共に入る新年明けましておめでとうございますの挨拶、そして年明け直後の各地からのリポートを行った後、 NHK アナウンサーと各界のゲスト出演者による対談を0時45分まで放送する。対談は番組が各界で定めたテーマに沿って行われる。2006、2007年のテーマは今、気づく絆、絆命、信頼、そして家族であった。番組の終了後にはニュースが入り、1時からラジオ深夜便が放送される。ラジオ第一で、 放送の年越し番組は一時期ゆく年来る年の名を外していたことがあり2007-2008年には新たな年へのメッセージが2008-2009年には年越しラジオが放送された基本的な番組構成はそれまでのものを継承していたが番組の作り方に若干の変更があった2009-2010年からは再び行く年来る年の名を 関した、年越しラジオ、ゆく年来る年、ゆく年来る年が放送されていた。こうして続いたラジオ版の、ゆく年来る年だったが、2017、2018年を最後に中断期間を挟みながらも90年間続いた、年越し番組としての幕を閉じることになった。2018、2019年からは、ラジオ深夜便が、この時間帯に年越し放送を行うようになった。 ありがとうございます。